むず結構難しいですよ。はい、こんにちは。ちょっと急に僕がカメラを持たされるっていうじゃないかって思ってるんですけど、まあちょっとこんな感じでいいのかな。車を説明させていただければと思います。まあこのハイエース、新型ハイエースなんですけど、ちょっと違い皆さん分かりますかね。まあちょっとうちで最近人気があるんで、結構作ってるんですけど、まあ簡単に言うと、まあ真っ黒にしてますよっていう感じです。はい。動画でご紹介する車両についても概要欄にカスタム情報を記載させていただきますので、気になる方は、そちらをご確認いただきながらご視聴くださるようお願いいたします。またこちらの動画のあらすじタイムコードとして記入させていただいておりますので、そちらもお役立ていただければと思います。今回の動画はフレックスハイエース埼玉店での撮影第2弾となっておりまして、後編の動画となっております。前編の動画をまだご視聴いただいていない方は、ぜひそちらも、ご視聴くださるようよろしくお願いいたします。それではとっておきの1台をスタッフの越後さんにご紹介していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。今後ろに映っております、はい、こちらの車両が映像に残していただきたい、とっておきの1台ということで、少しご説明をいただいてもよろしいでしょうか。はい、まずベース車両はハイエースワゴン GL、はい、10人乗りのミドルルーフのワイドボディ、なるほど、はい、っていう車です。ハイエース好きな方だったら、はい、パッと見あれなんか違うなそうですね思われるかもしれない、はい、そんな難しいことはしてないです、まあ、簡単に言うと全部真っ黒にしちゃいましたっていう感じですね。一番分かりやすいところで言うとフロントグリル、ね、メッキパーツが光ってた部分ですよね、はい、そうです。4型以降ここのグリルがかなり大きくなって、まあ、メッキ部分がすごい増えたんですけど、はい、結構ハイエース好きな方はこれより1個前がいいと、はい、ちょっとキラキラしすぎてるとかっていう方もいらっしゃいます。なるほど。まあ、うちはまあ真っ黒にすればかっこいいんじゃないかって思ってやったら、結構ここ人気、まあ、まず顔ですね。フロントビューは T マーク、まあ、トヨタのマーク。なるほど。まあ、基本メッキなんですけど、はい、黒く塗って一体感がより、まあ、締まりますね、やっぱり顔が。であとやっぱりこのグリル、あこれいいですね、はい、マイナーチェンジで TSS のこのセンサーの部分の形がちょっと変わって、まあ、前はここまで食い込んでグリルと一体化してたんですけど、別体化されたことによって、まあ、こういうカスタムもよりしやすくなったかなと。あ確かに自然な塗り分けができるようになりましたね、はい、そうですね。なるほど。でまあフロントで言うと、あとヘッドライトですねすごいですねこれ。これまあ純正の LED ヘッドライトなんですけど、はい、まあ、1回ちょっとパカッと開けまして、はい、まあ、濡れるところを塗ってるというところなので、まあ、車検も問題ない。こういうリフレクターの部分とかは塗ってないですよ。なるほど。このカスタムをその見たことはあるけど、やれるってことを知らない方も大勢いらっしゃるんじゃないですかね。やっぱり車外の LED ヘッドライトとかもたくさんありますけど、はい、精度だったり、まあ、車検どうなのかなって不安な方も多いと思うので、はい、まあ、純正を塗ってしまえば。なるほど、はい、特に結構多いのはヘッドライトの中を意外に塗り分けしてみたいとか、はい、ああなるほど、いう方、はい、まあ、縁だけちょっとシルバー残してみたいなとか、そういう細かな作業もフレックスでは可能だと。そうですね、はい、なるほど。まあ、黒だけじゃなくてアルファードみたいにゴールドアイ、ゴールデンアイズみたいな感じでちょっと金にしてみたりとか、もうそういうのもまあ可能ですよと。これは面白いですね、はい、続きましてサイドビューをご紹介していただきたいと思います。はい、はい、まずこのサイドミラーですね。マイナーチェンジで形が変わっちゃいました、はい、まあ、今まで出てた車外の LED のミラーウインカーとかっていうのが、はい、まあ、現状今つけられないですよっていうところ、まあどうしようかっていうところ、うん、あこれ純正のドアミラーを、そうです、塗ってる、塗ってます。なるほど。でまあ僕らもできるかできないか分かりませんでした、はい、なのでこの子は実験台でした正直。ただまあ板金屋さんとみんなでこう見ながら、はいはい、ここが外せんじゃないのかなっていうところでこれが実現しましたよっていうところなので、やってる方はまだいないじゃないかなっていうところで
YouTube 上でも初めて動画上がってるんじゃないのかなぐらいの。もうこれ本当社外品がもういち早くラインナップされてそれを組み込まれてるぐらいのものなのかなっていうクオリティですね。はい、ここにカメラがどうしてもついてるんで、まあ、パノラマビッグビューモニターのカメラですね、はい、簡単に社外には変更できないっていうところがあったんで、まあ、濡れるか濡れないかっていうところで濡れました。ドアノブ、ドアハンドル、ここがメッキだと、なんていうんですかね、どうしてもなんか商用感というか、か出ちゃうところを黒くすることによって、もうより引き締まって、やってんなっていう。いや、分かりやすいです、今のご説明。細かくやってるなっていうところが、はい、まあ、カスタム好きな方にはたまらないんじゃないかなっていう。まあ、あと、こういうところ、結構カスタムパーツたくさん出てます。貼るだけのタイプとか、はい、まあ、これはもう純正をそのまま1回外して塗ってるので、はい、まあ、貼るやつだとどうしてもこう厚さが出ちゃうので、はい、ここのボディに干渉しちゃう恐れがあるとか、こういうのも一切ない。やっぱ赤とかゴールドとかそういうカスタムもできちゃいます。なんか前編の動画と切り替わりまして、そういうドレスアップも得意な一面がチラチラと越後さんから感じ取れて、そうですね、まあ、僕も結構車は好きなので、楽しいです。ありがとうございます。はい、はい、前回の動画と打って変わってドレスアップ、こちらに関してもかなり豊富な知識と引きつけられるようなトークが魅力的な越後さんから、続きましてリアビューのご紹介をいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、まあ、後ろももちろん、はい、黒くしちゃいました。一番分かりやすいのはこのリアガーニッシュって言われるところですね。まあ、ここもメッキなのでやっぱり目立ちますよね、メッキでやると。ここも真っ黒にすることによってより、統一感が出たり、引き締まった後ろ姿が真っ黒ですね。真っ黒です。もちろん T マークも両サイドのハイエースっていうロゴ、はい、GL っていうロゴも黒くしちゃいました。ここに、まあ、テールランプ1本カスタム加えるだけでも、まあ、その辺もオリジナル商品ありますんで、まあ、テールライトだったりもちろんエアロ関係、はい、まあ、各社さん取り扱ってますので、ブラックにしてなおかつこのエアロが欲しいとか、この辺も全部お任せいただければ理想のハイエースを形にできるかなと思います。皆様いかがだったでしょうか。今回こちらの車両全体がブラックアウトされたハイエースをご紹介させていただきました。今回こちらのフレックス公式チャンネルでは深くまであえて触れません。その理由に関しては越後さんから最後に一言いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、こちらの車両まだ製作中です。なるほど。まあ、外装はしっかり完成してるんですけど、はい、YouTube には載ってるんですけど、うん、うちのホームページとかにはまだ、はい、しっかりとは掲載できていない。まあ、気になる方とかもしいらっしゃいましたら、はい、もう、まあ、YouTube のコメントをしてもらってもいいですし、はい、うちのホームページに直接問い合わせいただいても構いませんので、これを見てこうできるのかできないのかとか、うん、ご希望あればお気軽にお問い合わせください。ありがとうございます。はい、まだ秘密がたっぷり詰まってこれからどうなっていくのか楽しみなこちらの車両ですが、概要欄にこちらの店舗の URL 記載させていただいておりますので、何か気になる点がございましたらこちらフレックスハイエース埼玉店の越後さんまでお気軽にご相談をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではこちらの動画が参考になった、良かったよと感じていただけた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。します。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。